はい、3月の25日、今日は木曜日、これから、はい、スタートになりますけども、時刻は、10時59分、この室内のラジオの方で59分ですね。はい、今日はとりあえずね、松原公園に行って、それから群馬埼玉方面ですね。はい、とりあえず自撮り棒を持って、移動になりますね。はい、そんなわけでございまして、今バッグ入れて、うちもね、ここに桜の、なんですか、これは大島桜ですか、まだ膨らんでるけどね、咲いてないですね、一輪もね、左の方、こっちの方ね、左の方は学校の入り口のところなんですけどね、少し咲いてきました、2分ぐらいで、向こうの前方の山桜の方はもうほぼ満開ですね。はい、そんなんでね、これからちょっと移動になって、先日あれはいつ20日の日か、で5日前にね行ったところで、とりあえずまたねちょっと行ってみたいと思ってますね。はい、安全運転で、一人のその自撮り棒でまた今日もね、片手運転、片手自撮り棒ですね。はい、それで、早お昼を食べて今スタートですね。はい、今日はね、スケジュールはちょっと忙しくってね、そんな感じですね。でもう1万歩ね歩ってきまして、食事をして、今日は6時半に、ね、起きまして、そんな感じですね。はい、前方の方ね、あそこの山桜って早いんかぞ、もうあっちこっちね咲いてますね、前の方もね。はい、ナビ入れたらね、今10分って出てますね、その松原公園の桜のとこまでね。はい、これで移動になりました。はい、そんなわけですよ。はい、なんかね、あっちこっちも満開のようですね、ほとんどね。ここの前方の右の方も、大木があるみたいでね、満開ですね。これも満開ですね。もう昨日も話しましたけど、今年はね、群馬も埼玉もあんまり変わんねんかななんてね、こっちね北へ来るほど遅れてるんが、今年はあんま遅れてないですね。はい、今度の週末が一番の27、8ですか、土日が見頃になるんじゃないかなと思ってますけどね。はい、そんなんで今、自撮り棒を右に今度持ちまして、ハンドルを左に持ちまして、移動になりましたけども、今日は昨日より若干ね気温は低いんかなと思ってますけどね。はい、でもなんか先ほどスマホの方にはね、佐野で14度とかって出てましたけどね、今車がちょっと止まってたんでね、今外気温は16度を示してますけども、おそらくそんなにはないと思うんですけどね、まあ、ちょっとまだ分かんないですけども、2、3キロ走るとね正確の、温度がね分かると思うんですけども、はい、そんなわけでございましたで、ね、まだまだね桜はあちこちね、また来年になっちゃう、未来なくなっちゃうからね、何か所かはね移そうとは思ってはいますけども、はい、ここの正面がね JA 農協の、なんですか、 JA 農協さんですかね。はい、これを左曲がりました。はい、それでまっすぐとね、行きまして、今日もね、お友達のね神主さんも地震祭にね行くんかななんてね思ってますけどね、行ってるんかな、もうね車がなかったからですね。はい、なんかね花見をねやるのも忙しいから、まあ仏滅の日にねやりましょうなんてね昨日ちょっとあったんですけどね言ってましたんで、そしたらちょっと他の今度、友達からね電話があって、先ほど仏滅が27日とかって言ってましたね、だから27日頃
ところが天気が大丈夫だったらね、こっちね出かけるそうなんでね、自営業やってるね、設備関係の自営やってる人なんですけどね、来るみたいなんですけどね、まだねちょっと連絡が取ってないんですけど、こっちの神主さんの方はね、そんなあの個人情報なんですけどね、それはね、はい、そんなわけでございますけども、はい、今移動になりまして、この前方の方は山でね、左の方はやっぱりね、あの採石かなんかやってたんだけど、今はやってないみたいでね、この今今日はねやっぱりダンプが多いと思うんですけどね、右の方にね、採石場があるんですけどね、まだ今1台ダンプとすれ違いましたけども、この、ね、この左の方が、ここがね採石場の上がっていく、ここへダンプが結構来るんですよね、ダンプカーの方はね、はい、そうね、昨日、この間と同じね、まっすぐ行って、左の方がロー、コンビニの、ローソンですね、はい、これがローソンさんで、でこっちが、宣言食堂ってここですね、はい、そんなわけでございます。まっすぐ私の方は行って、松原公園までとりあえず行ってね、そこをちょっとね、少しね撮ってみたいと思うんですけどね、はい、11時をちょっと回ったからね、はい、そんな感じで、よいしょ、はい、そんなわけですけどね、梅園の入り口なんてんであるんでね、梅の公園かなんかあるんかなと思ったらね、なんかなかったですね、前に行ったんですけど昔ね、はい、そんなわけでございますよ、はい、それでまっすぐ行って、今度は左ですね、右じゃなくね、この前の万願寺は右だったんですけど、今日は逆方向ですね、やっぱりそうですね、この間の土曜日と違ってね、雨の土曜日ですか、あ、日、あれ、うん、忘れたな、あのダンプが、はい、やっぱりダンプカーがね、結構ね、来るんですよ、こっちは。ここもね、咲いてますね、はい、あ、さ、この間の釣り堀のとこの香川伏神宮、あそこもね、昨日通りましたらね、だいぶやっぱりね、咲いてきましたね、館林の昨日通ったとこと同じぐらい咲いてましたね、もう本当だから今度の土日が、一番いいんじゃないかなって、その後になるともう葉桜でね、葉っぱの方が多くなっちゃうかななんてね思ってますけどね、はい、そんなわけでございまして、この右手のこっちがね山形小学校ですね、で交番がここにありまして、それでまっすぐですね、はい、それで伊豆ヶ原っていうのかな、伊豆ヶ原の松原公園ですね、今行くとこはね、それを済ましたらね、埼玉方面に、で今日は1時にね、77歳の おじいさんをお迎えに行って、それで、羽生温泉ですね、最後は今日は羽生温泉、そんなスケジュールに今日はねなってるんですけどね、はい、でまあ戻ってくるのがなんだかんだね、夜になっちゃうんですけどね、はい、そんなわけで、ダンプカーがやっぱりね、ダンプカーの通り道っていうかね結構多いですね、土曜日まではダンプカーが結構ね来るんですけど、日曜日はお休みでね、来ないんですけども、はい、そんなわけでございまして、今山形入り口を左なんていうね、出てますけど、土曜日もね、はい、そんなわけでございますよ、はい、あ、やっぱり16度ぐらいあるみたいですね、こんな感じですね、やっぱりね、割合ね、昨日はね、行田で利根大関渡ったとこあたりで20度だったですからね、それから見るとちょっと、あ、今もう桜のその加賀フェスティングのとこですけども、もう咲いてますね、やっぱりね、八分から咲いてるんかな、これだとね、こんな感じで両、こっちが釣り堀、あ、今日は釣り堀の人もここに10台以上あるんかな、これ、あ、咲いてますね、8分ぐらい咲いてるかな、これもう8分から9分ぐらい来てんかななんてね思ってますけどね、はい、そんな感じですね、はい、これで彦摩川を渡りまして、水のない彦摩川ですね、はい、そんな感じでございまして、あと3分なんてね出てますから、近いですね、
そこまでは近いけど、それからね、またしばらくね、移動ですね。なわけでございますけど、今日はそんなスケジュールでございますよ。はい、まあね、唯一お風呂入って、休憩がね、2時間ぐらいするんでね、これが唯一のね、休憩時間でね、今日もね、そんな感じですね。昼寝、まあ、ね、眠くはないですけどね、まあ、いくらかうとうとっとこう、1時間ぐらいはできるかななんてね、思ってますけどね。はい、で、今どこ行ってもね、Wi-Fi がつながってるんでね、まあ、いいかななんてね、思ってますけど、はい、これが、右が足利方面、太田方面、左が田沼東北道方面ですか。東北道につながってますね。北関東道の今下ですね。はい、今標識の方がまっすぐが佐野市街、左鹿沼田沼、それから右が足利と293のところだから左ですね。はい、そんな感じでございますよ。およそ300メートル先、左方向です。左ですね。はい、どこでもこれ入れとくきますからね。はい、そんな感じで、なんかこれは、こっちがね、左の角がセブンイレブンさんですね。はい、それで左方向です。渡れるかななんてね。はい、渡れそうですね。はい、黄色になりましたけども、はい、左折しまして、これで、こんな感じですね。およそ500メートル先、右方向です。ここのね、カフェジェラオカさんっていうのね、ここはね、結構ね、イベントかなんかね、土日はやってるんですね。これを一回取材もしたいんですけどね、なかなかちょうどね、時間帯が合わなくてね、あれなんですけどね。はい、そんな感じでございますけども、まもなくですね、あと250メーター左ですか。はい、そんな感じでございますけども、運動公園の方へ向かうんですね。これを右折ですね。右方向です。はい、右方向へね、出鶴ヶ原町かな。はい、これを右に曲がるんですけども、前方から車が来てるんで、はい、これを左に、いや、右ですね、右、ごめんなさい、右の方へね、曲がりました。あ、車がなんか今日はいっぱいですね。あー、やっぱり右側っつって、右側駐車場がないんでね、左側へ止めますけどね。ああ、今日は車が結構置いてありますね。この間の時と違って、5日前ですか。ああ、咲いてますね。はい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 、車もいっぱいでございますけども、どこへ、この辺、止められるかな。あららら、どう目的地は右側です。あ、この辺はまだ咲いてね、向こう、向こうがね、お疲れ様でしたけども、どこが一箇所止めるとこが、いっぱいですね。はい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 。あ、今なんか前の方が出たから、大丈夫かななんてね、ここへ置けるかななんて思ってますけどね。ダメだな、ギリギリじゃダメだ。で、木があるとこ空いてるんですけどね。いや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 、車が置けないですね。みんな両端にいっぱいですね。ここへ置きますね。ここも、狭いですけど、入るのはもう少し詰めてくれればいいのに。まあ、どっちの方が広いでしょうかね。こっちの方が広いかな。じゃあこっち。はい、じゃあとりあえずね、また準備ができたらね、移しますんで。はいはい、ね、松原公園の方ね、なんか今日はここの右側の方がね、なんか学校、高校となんかあるみたいですね。でも満開ですね、この辺はね。この辺は満開で、まあ木によってね、まだ早いとこと、車がいっぱいで、今日はなんか府警さんもいるから、あれなんかな、学校の卒園式っていうか修了式なんでしょうかね。この辺も車いっぱいで、花見の人じゃなくてね、
でも福井さんがいるから今日はなんかそんな感じみたいですね。咲いてますね。はい、こんな感じですね。はいはい、まだつぼみももちろんありますけどもね、なんかですね、ここの木は結構太い木が多いですね、やっぱりね。桜も、で向こうは川になってるみたいですね。こんな感じで何本ぐらい、ああ結構長くねあるんですね。ね、まあ、車のあるとこまで、ああこう遊歩道みたいな感じになっててね、向こうから歩ってくる人もいますしね。やっぱ福井さんと一緒だから総天気かなと思うかな。少しずつね、撮りながら、ね、こんな感じですね。これはもうね、はい、この辺ですね。今日はあれですか、卒業式？いや、違いますよ。何なの？今日は、オリエンテーションです。オリエンテーション、はい、何か新入生のオリエンテーションです。ああ、そうなんだ、はい、これでやっオリエンテーションだって。新入生の高校の方かな、高校の方のね、みたいですね。はい、こんな感じで、こんな感じですね。いいですね、やっぱり今ね、これちょうど見頃っていうかね、こんな感じですね。ちょうど今からですね、はい、向こう側と両方ね、車の数も多いですけども、今日でね、散歩した時に学校の裏の桜も結構咲いてる。あそこでゴザを引いてやるのもいいかなと思って、ここだとね、ゴザを引いてやるってわけにいかねえかななんてね思ってますけどね。こんな感じですね。これで、はい、だいぶね、綺麗に咲いてますね。はい、この辺は本当に、はい、こんな感じですね。これでとりあえずね、車のとこまで、感じですね。ここら辺はまだね、つぼみもありますね。はい、これで、ね、向こう側の、ってね、道路際の方へ行ってみましょうか。道路際の方もね、両端に、道路の両端にね、ぐーっと向こうからぐーっと、それでこっちの方もね、結構咲いてますね。はい、そんな感じですけども、これで、まあ、5日前とはね、ずいぶん違いますね、やっぱりね、咲いてきました。まあだからまだ今週の週末土日プラス 2,3 日10日ぐらいは大丈夫かななんてね、まだつぼみがあるところもありますんでね、大丈夫かな。あ、車、自分の車のところ来ましたもんね。はい、こんな感じですね。太陽が向こうに出てるから逆光になってると思うんですけどね。はい、そんな、こう取ればいいか、こう取ればあれなんか、この辺はまだつぼみがね、ありますから、まだね、大丈夫ですね。はい、これで私の方はね、群馬、埼玉の方にね、また移動になりますんでね、とりあえず今日の一部は、これにて、
終了になりますね。はい、ありがとうございます。